みなさんこんにちは。ふみです。あみです。ふみあみです。今日は休日モーニングルーティーン動画です。ふみバージョンとあみバージョンとあるので見比べてみてください。はい、まず起きて今から顔洗うよって、いつもこのヘアバンドしてるなって思ってる人、はい、いつまでそのヘアバンドしてるんやろっていつも思う。はい、洗顔と歯磨きをもう終わらせちゃいます。どこへ行く？着替えるよ。はい、おお、かわいい。着替えて自慢してます。で、スキンケアね。このパジャマほんま大人っぽいな。かわいいな。うん、妊婦でも着れたよ。早いね。かなりの早送り。スキップスキンケアです。はい、朝ごはん。この日はね、この前作ったホットク温めました。へえ、作り置き。そうそう。あとこれスープ、最近お気に入りのレンチンスープ。はい、今日のメニューはこんな感じで、スープとホットクとヨーグルト。いただきます。おー、めっちゃいい感じのメニューですね。めっちゃ早ない？天気が良かったので洗濯機回しました。はい、おはようございます。次はアミの番です。めっちゃ寝起きやん。そうやね、顔がわかるで、気持ちいい。はい、起きて顔をチェックしてんねんけど、この日めっちゃほっぺた赤くてちょっとびっくりしてる。何があったんやろうな。なんかね、最近花粉とかの影響でたまに朝起きたら赤い日がありますね。ほんまや、やけどみたいやろ。気にしてるわ。歯磨きしてます。それから洗顔をします。ルームウェア、かわいい。かわいいやろ。お気に入りです。最近はね、朝洗顔をするようにしました。前まで水洗いやったんやけど。お、いいやん。朝洗顔ふみも好き。それからスキンケアしていきます。休日の朝は時間があるので洗濯回すような。うん。この日しかも久しぶりに晴れた。そうやな。はい、ここで部屋着に着替えます。休日もブラつけるんやな。うん、これな、ストレッチ性あるから着心地よくてつけてないみたいな感じ。私も妊婦やから特にストレッチ性重視してるけどな。はい、それで昨日の夜洗ってた食器を片付けてるんですけど、まだちょっと濡れててんな。なんか匂った。そう、この日カレーやって、なんかカレーの匂いってなかなか取れへんやん。早いです。手際の良さ、早送りです。で、最近毎朝サプリを飲んでるんですよ。でもこれが結構まずくて、こうやって水に溶かして飲んでます。あー、まずそう。一気にいくよ。すぐ水飲む。で、朝ごはんの準備します。これね、ルイボスジンジャーチャイ、無印のやつです。
これ美味しいよ。確かに昔飲んだことある、うん、えらい優雅な朝を過ごしてますね。はい。アミはこれお湯で割ってるんですけど、牛乳で割っても美味しいらしい。絶対牛乳の方が美味しい。で、この日は前日にパン屋さんでパンを買ってたので、メロンパンです。美味しそう。うわ、なんかさ、YouTuber の朝みたいやな。ほんま？食べんの早。早送りです。この動画見ながらご飯食べてるとき幸せやわ。洗濯を干します。天気のいい日の洗濯も最高。なに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 、怖い怖い。ストレッチしてました。壁をしてる。そう、壁を使うとね、結構気持ちいいですよ。はい、お散歩に行きます。散歩の時も楽なので、この服のまま行きます。はい、アミが私の家に来た。なんか喋ってんな。そうやな、アミの顔怖ない。真剣やな。うん、まあ、仕事やったもんな、この時。あ、そうそう、この後さ、事務所行かなあかんかったから簡単に化粧したんや。そう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 、ふみの化粧品をこの日は借りました。ちょっとなんか喋ってんな。でもなんか楽しそうやな。楽しそうやな。あ、ちょっと真剣モード。あ、眉毛の時はやっぱり真剣やな、2人とも。いかんのかい。あ、仕事な。もう一回ここでもう一回仕事始めて。そうやんな、うん、結局昼ご飯食べてから行こうってなって。そうやそうや。寝てるやん。そう、寝ててもさ、あのブラ楽やから。そうやんな。あ、ふみがなんか急に卵焼き食べたい、甘いやつとか言って作り出してんの。砂糖のね。めっちゃ美味しかったこれ。で、健康的ではないラーメンと卵焼きを二人でシェアしました。はい。でもアミは結構お腹減ってたよ。私はあんまり空いてなかったんで、卵焼きを少しだけ。海が手作り。美味しい。うん。はい、これは私が寝てる間かな。そう、雨が一人でまたお仕事してます。はい、ということで今回はふみあみの休日ルーティーンを見ていただきました。どうでしたか？なんかふみの朝ごはんが豪華で、あみはびっくりした。え、ほんま？うん、明日からめっちゃ食べんなと思って。え、朝が一番お腹すくんやけど。あ、ほんまに？なんかでもバランスのいい感じで、すごい豪華な朝ごはん、うんうん、まあ、アミはな、いつも通りって感じやった。そうやな、うん、よう聞いてるアミの感じやった。よう聞いてる。なんか朝何食べたって聞いた時の。あ、そっかそっか、うん、リアルな感じでお届けしました、はい、かなりリアルやったと思います。はい、実は今回私たちのルーティン動画ではこちらのブラをつけてました。じゃん、ピージーです。見て、こんなボックスで届いてん。
なソックスがめっちゃ可愛い。そう、むちゃくちゃ可愛い。ガールズバイピーチジョン。こんな感じ。このブラはつけ心地抜群なノンワイヤー、うん、ノンワイヤーブラなんやけど、ほんまにすごいのは伸縮性がやばい。そう、むっちゃくちゃ伸びる。でさ、触ったさ時のさ、この柔らかななんか素材感、うん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 、体にめっちゃフィットするやんか、うんうんうん、マジで着てるか着てないかわからんぐらいの着心地で、でもしっかりなんか胸はカバーしてくれる、うんうん、妊娠中はさ胸も張るしお腹も張るからさ、うん、もう苦しいのほんま無理やで。うん、じゃあめっちゃいいなこれ、うん、こんだけ伸びるならさ産後の授乳とかもしやすそう。これやったら確かに確かに、ベロンってな、まあ、妊婦さんとかじゃなくてもなんか普段お家におるとき、今おうち時間とかすごいあると思うんですけど、うん、お家におるときにまあノーブラの人とかも時々いるかもしれないんやけど、これほんまにノンストレスやからこれつけてほしい。うん、確かにノーブラやったらさ急な外出とかさ宅配で、うんうんうん、来た時めっちゃ焦ることになるやんか。そうやんなよし、これ、うん、タグないから。そうそう、タグはねここに直接プリントされてる感じで全然タグのチクチクとかも感じないし、全然これのまま昼寝しても楽でしたよ。うん、ほんまに昼寝の時とかってブラ取りたなるもんな。うん、はい、今回は、うん、2人の休日ルーティーンとこのピージの紹介動画でした。はい、こんな感じでデザインがめっちゃ可愛いのもたくさんあるので、気になった方は概要欄からぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。この動画が参考になったよって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムも更新してるのでそちらのチェックもお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。